インディアス総合古文書館は、セビリアの旧商品取引所に置かれている公文書館で、アメリカ大陸やフィリピンにおける、スペイン帝国の歴史を明らかにする上で、比類のない資料群が収められている。所蔵資料の価値も、さることながら、この建物は、フアンデレイラがデザインしたもので、ルネサンス建築の中でも、 落ち着いた佇まいを持つイタリア化したスペイン建築の霊障として際立っているため、セビリア大聖堂、アルカサルと共に、1987年にユネスコの世界遺産に登録された。建物の起源は、フェリペ2世の命で建てられた商品取引所である。フェリペは1572年に、この建造をエルエスコリアル修道院を手掛けた建築家。 不安でエレーラに命じた。当時のセビリアの商人たちは、取引のためには、大聖堂の涼しい休憩所にこもるのが通例であった、ためである。建物は、中央の大きな中庭を囲むように立っており、窓は、平坦な付け柱の間の、細い、落ちくぼんだ羽目板に付けられている。建物には、コーナーに立っている、地元様式のオベリスクと共に、欄干が乗っている。 彫刻的な装飾はなく、ただ石と化粧漆喰糸が慎重に対比させられる形で整えられている。1584年にエレーラの計画に従って不安でミハーレスによって実際の建設が始められた。建物の北面のファサードに残る碑文によれば、1598年に使われ始めたというが、工事そのものは17世紀にも続き、 1629年までは、不安でスマラガが指揮を取り、ペドロ・サンチェス・ファルコネーテの台で完成した。1785年に、カルロス3世の直令で、インディアス数機会議がここに置かれることになった。その目的は、当時、シマンカス、カディス、セビリアに分散していた、植民地に関して蓄積されてきた文書を一つ屋根の下に統括することにあった。 この計画の責任は、インディアス担当大臣のホセデガルベスイガジャルドに委ねられていたが、彼はその実務を、歴史家のフアンバウティスタ・ムーニオスに丸投げしていた。この計画には二つの背景があった。一つは、王室の中心的な古文書館であった、シマンカス総合古文書館が、手狭になっていたことで、もう一つは、啓蒙の世紀の時代精神の中で、スペイン人史家たちが、 植民地帝国史に着手したことである。この計画の対象は以前の文書に限られ、1760年以降の文書については引き続き本来の施設に残すことが決められていた。1785年10月に最初の文書が届いた。文書館として建物の手直しをする必要が生じ、その一環で1787年には、 大理石製の大階段が付けられた。現在保管されている資料は、コンキスタドールたちの初期のものから19世紀末に、至るまでの手書きの文書が豊富である。ここにはセルバンテスが公的なポストを要求した文書、新大陸におけるスペインとポルトガルの境界線を定めた、アレクサンデル6世の会直、クリストファー・コロンブスの日記。 アメリカ大陸の植民都市の地図の数々などが保管されている。もちろん植民地の気候全体の日常業務を記した文書類も多くあり、それらを活用する形で過去2世紀にわたりスペインシエたちが様々な史実を明らかにしてきた。今日の古文書館の棚の総延長はおよそ9キロメートルにも及び、 植民地などの行政体が積み重ねてきた4万3000巻、約8000万ページもの文書を収めている。例としては次のようなものがある。建物は2002年から2004年にある種の徹底的な改修が行われたが、その期間中も学術調査に資する文書館としての機能が中断されることはなかった。所蔵資料のデジタル化も進められており、 2005年までの段階で1500万ページ分がデジタル化されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。